あ、それとね、じゃあなんでその、うちのマトリョシカの中で皆様方がちゃんと人間としてあるべき姿を生きようと努力なさるのか。そうしないと人間に戻れませんけど、うちの世界、うちのマトリョシカでまた皆様方の遺伝子が人間の長さに戻ろうとします。そしたら皆様方は皆様方のマトリョシカに帰れない。じゃあ、もう人間に帰らんでええやと思うでしょ？どんどん劣化してかもいいわ。もう悪さをする暇もなく、ものすごいスピードで。ほんで原子爆弾が最速といえば、まあのところ最速だよね。プラズマ変換ならもっと最速ですけどね。でしょ？だけど皆様方の中でね、帰りたいと思ってる部分っていうのは、ね、皆様方だけじゃないから。うち由来の部分までそう思わされてるやん。まあ、皆様方が帰りたいって思うことが原因で。で、実際皆様方の自覚として、帰りたいと思ってる、その部分も、うち由来の部分やったりするわけやし。じゃあ、うちの部分に、あなた方、マトロスカに帰りたいなんて、誤解させないでくださいって、無理でしょ？ そんな、非常に難しいですよ、そんな風に思うのは。そんな風に思っても、じゃあ、帰る方なんか、残る方なんかって分からへんじゃん、皆さん方。ね。そんな分割も分類も分析も解析もね、したことないでしょ？そんな自己分析一生懸命したことないでしょ、皆さん方。そういうふうに自己分析一生懸命しろっていうのが、お釈迦さんの教えやったんです、本当に。大変だよって、それはでも。そうはね、わけわからんから、本当にこういうところは違うのかなとか、こういうところどうやって分けるんですか、こんなもの分けていいのかとかね。とにかく仏教を分ける術やんでもね、砂漠術やん。キリスト教は全然分ける術やん。何もかも一つなんです、一つの愛なんですって、全然さばいてへんなんか。キリスト教にはさばかれへんの。キリスト教はさばく能力ないねん、全然。一つにしようとしてる。砂漠ってちゃんと分析して解析して切り分けていくことだから、これとこれこういう意味で違うって、こういうわけで違うって、切り分けることが悟りなり裁きやねん、実はな。キリスト教では悟られへんの、絶対。な？じゃあ、なんでその人間としてあるべき姿を生きるかと、素粒子が記憶するから、皆様方に。人の世界であれ、どこであれ。実際に経験したことも血肉になんねん、素粒子にとっては。で、自分のマトリョーシカに帰った時も、他人のマトリョーシカで獲得したかどうかなんか、素粒子にとっては全然関係ないねん。なんだかってめっちゃ近いからやねん、素粒子にとっては。隣のマトリョーシカが。それも面白いでしょ、結構。まあ、これは宇宙物理学の範疇の話かもしれないね。でも今後はそこ頑張ってやったら、そこも哲学ができる可能性は高い。